あらくれや、あらくれ。あらくれ取り返したらな。宝くじ売り場行こう。おい、待てよ。サイン出して消えろよ。後悔するな。よいしょ。角という角使っていくな。よし。あ、おったわ。おい。お。こいつは銃持ってるっつうことやからな。ああ。はしょった。ついに。よし。はい。はい。よいしょ。怖っ。よし。あー。あ、ぶね。おほ。よし、電話ボックス。あー、でけへんもんやな、なかなか。よいしょ。もう、こういうのでいいか。返してって。やあかんあかん。そうか。そうかそうか、ヤンキー中継してるから分からへんのや。え？ああ、お前は子供から荒くれを取ったヤンキーから荒くれを取ったチンピラからさらに荒くれを取っていったということだ。ええ話じゃないよ。え？秋代？うん？マジか。何？めっちゃ芝居と思った。いやー、でも親父にしたらこの息子が自分でお小遣いを貯めて自分の欲しいものを買ったっていう、これは泣けるぞ。泣けよ、はよ。おい、うわー、もう、こわかすがいやのー。いや、もう
俺に向けて銃撃ったでこいつ。でもおー別居中なんや。そっちのクエストも進行中なんや。おいおい、リュウキーちゃん。じゃこれ光物だ。いや待てや鋼の剣やないかお前、やめろよ。しやったやんか。なんていいサブストーリーやったんや。じゃあこれ持って職務質問やってる警官のとこ行こうかな。多分所持品としては出てこへんかもな。セーブ、あ、セーブしよう。うわ、カスガイと言いましてね、父と母をね、こう強くこう結びつけるというかね、ものだっていう言葉があるんですよ。ちなみにカスガイっていうのはホッチキスの芯みたいな形をしてる木と木をこうくっつけるやつですよ。だからまあ要するにコア太めのホッチキスの芯ということだよね、言うてしまえば、ね、おいしょさて、勘弁してください。アピオン、もしかしてそういえば牛丼屋の前で会ったな。世界のスーパースターが PV を撮りに来てるって。いや。何？全力でやったのに。いやもうほんま桐生さんと付き合うのしんどいやろな。錦はすごいわ。あ、
いやなあ、なんていうか若い頃からこうやったんやこの人。あの刑務所に長いこと入ってたからそういうのに興味なくなったとか疎いとかそういうことじゃないんや。もともとこうやったんやこの人。どんだけボイコットされんねん。音楽でしょ、音楽やのにゾンビ、ゾンビと一緒に流行らへんやろそんな。何襲われてるミラクルを守る。どんな PV やねん。あーまあそれやったらわかるかもな。うん、こんなとこ来てんねん。絶対に本物の何かしらのタレントさんとかモデルさんとかのサインがある。おう。パピって呼ばれてるやん。剛腕プロデューサーはまあ間違いではない。おう。バーグなんかな。あーもうなんか絶妙やな。あ絶妙やな。あんまりやりすぎてもあかんしな。なんやこの曲。仕事。最近全然休んでないじゃん。一週間頑張れる。みなぎる力、スタミナ。CM か。宇宙人はお好きなの。AT 宇宙人とオートメーション化された車に乗る。違うよ、宇宙人とも人力のチャリに乗るやつや。ああ
そうだな。なんじゃこいつ。なんじゃこいつ腹立つな。おう。そうですね。日本語。ビデオ。ああ。なんなんそのこのルイスってやつは。あ、ルイスってこれこれあれか、ジャクソンと関係ないんか。おう、ヘイ、顔怖いわ。なんかちょっとマンガタロウの絵に見えるわ。スピニング監督。うわー、うん、うん、チク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 って言うてる。レッドリボン軍のエンブレムみたいなメガネかけてる。オッケーオッケー。あ、そうか、ミラクルの M なんや。すごい、テンダラーみたい。はい、ルイス帰らしてくれへんかな。ルイス邪魔やから。おい、あ、バッドって言うた。 No。 仲ええんか。まあ何回か使った方がええわな。あのモーション作ったからには、せっかく作ったからには何回かこすった方がいいわ。いや、ツッコミ早っ。うるせえって言ったやん。Okay. うん、なんかなんやろう、
顎のラインから首にかけてきたな。そうですね。整形したら？ああ。サムライ。はい。身を挺して守る。いや、怖っ。よし、あー、やばい。いや、むずい。だいぶむずい。だいぶむずいわ。大丈夫なの？もうだいぶ減ってるけど。あかんか。どうする？投げとか、チャージ攻撃でダウン奪うとか。いやいや。あ、武器や武器。おお、進んでるわ。アホ。アホやな。いやいやいや、頑張れマイケル。マイケルって言ってもだ。ミラクル。いけ。くっそ。ヒートアクションが出せん。やっぱりモノやな。モノを使うのや。くそ、やばいやばい、無理ちゃう。無理かもしれん。丈夫なやつ。ラッシュの方がええかな。はよいけ。3発目まで振ったらもう隙がでかい。いや、むずい。おしよ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 し。アイテムを持ったヒートアクションなら出せるんか。おお、これはいい。なんでこいつらからも。おお、ミラクルウォーク。ミラクルターンで敵吹っ飛ばしてるやん。よし、あのターン部分には攻撃判定があるんや。やるやるやん。調子出てきた。ミラクル調子出てきたよ。丈夫そうなやつ。いける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 よ、ミラクル。よし、オッケーオッケー。投げて、よいしょ。ミラクル頑張れ頑張れ。一振りや。で、残りわずかになったらヒートアクション。分かってきたぞ。よし、全方位攻撃。あー、もうちょっとや、もうちょっとやから、頑張れ。よし、オッケー。大丈夫。何回ももうベターってこけてたけど。おう、嘘やろ。マグニフィセントは分からへんし。そう、そうですね。あ、そうですか。いや、目怖いわ。Hey man。
そのタイミングではあいつヒューって言わへんのや。ああ。何くれんの？バブルス君くれる？はい。マクロファイト。いやちょっと待って。ちょっと待って。両方くれよ。白かな。ミラクルは多分白への憧れが強いと思うねんな。マイケミラクルミラクルはやっぱ白、白やと思うねんな。白でいこう。ホワイトだ。オッケー。チュクチュク。チュクチュクやめろ。チュクチュク言うのやめろ。なんや？ベースボールシャツ。え、しょぼない。Thank you。Hey。ハズレか。Samurai。Hey。徒歩。ボウ。オブジエンドの時に作ってたやつでだいぶ流用できたやろうな。オブジエンドをオブジエンドの時に作ったものがまさにゾンビのように竜が如くゼロで蘇ってきたんやな。じゃあセーブして、よし。うわ、どうしよっかな。55分にセーブしてるやん。黒い箱気になるな。とりあえずアイテム、今のアイテムを確認しよう。東京ギガンツのレプリカユニフォーム、しょぼい。ちなみにワイルドシャツって何？攻撃を受けてもタダではやられない。はあ、ロードや。ロードどうやってするんや。なんや、どうやってすんで、タイトルに戻るやつ。
アイドルに戻るやつないんかな。ポーズはこうなるから、あ、設定の中にあった。あ、ロードあるわ。ちょっと、ちょっと見てみたい。ちょっと見てみたいよ。ちょっと見てみたいよな。あ、そうかそうか。あ、ダッシュしてなかったもん。パパパパパッと飛ばしたら一瞬でしょ。もっとうまく戦えるし。いや、何？いや、あ、ミラクルジョンソン？ミラクル、え？がそんな、しかも東京の野球チームのレプリカって、そんなわけないやろ。結構しばかれたから根に持ってたんちゃう、あいつ。もっと上手くやるわ。なんやねこのルイスとのアイコンタクトは。そうだ、そうですね。踊り部分とか長いやろな。Hey man, okay okay. チクチク。Hey man.ええ音出てるわ。シャカシャカ動いてターンするだけなのに、フッ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 。カンフー映画みたいな音出てる。そうですね。サムライ。よし。あ、ちょっと軽いな。これこれ。一発でダウン奪えるやつ。おお、どこに行ってんの。よいしょ。ゾンビの髪の毛掴むとかなかなかないな。引きつけて、よいしょ。起き上がったところ、あ、入った。ミラクル。よし。こいつもう後ろしか見てないから、ちょっとずれたらもう壁の方に行ってしまうんやろな。よいしょ。あー、つけるな。頑張れ。よし。あと3回か。
持ち帰っとくか。わっ、店の隙間から出てきた。やばいやばい、さっき投げといたやつ。よし、こんなこともあろうかと。よっよっ、痛い。うん、よいしょよいしょ。よいしょ。あー、大丈夫かな。よいしょ。何、なんで看板吹っ飛ばした今。もう終わったやろ。あ、せえよ。もう終わってんねん。もう何してんの。早行け、早行けよお前。おい、早早早。何この角度。お、よし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 。そうですね、メン。ああ、マコファイト。一緒に踊ってる意味がよく分からへんけど。よし、クロー。オッケー。なんや、お、高価なものじゃないのか。サイレンスシューズ。サンキュー。よし。ヘイ。サムライ。帰ってくれ。うん。静かに歩けるってことやろな。足音で雑魚が寄ってけえへんみたいなことやったら。便利よ。絡まりにくくなる。ええやん、よかったやん。よし。よしよ。ああ、上書きでいいか。ああ、1時半。配信は5時間20分ぐらいか。あ、なんか光ってる。あ、南リオナタイプ A。 テレフォンカードか。こういうのもあるんやん。
あれ10万円自販機、あれ前100万円じゃなかったっけ。変わるんかちょこちょこ。そうか、街中もよく見なあかんな。ちょっと眠いな。あれ？テレクラ？テレクラってまだ使えへんのか？もう絶対になんか何かしらのセクシー映像を見てから終わりたいと思ってたのに。コンビニ行こう。じゃあちょっと他にその女の子の情報がないからな。よし、うわ、何人ぐらいおるんやろ。多分あのコンビニの女の子とも仲良くなればセクシー映像がもらえるんやと思うんだよな。あーでも多分これ絆あげられるのって時間が経ってからじゃないと。いらっしゃいませ。あかんと思うねんな。うわ、名前呼んでくれるやん。いや、タグネスいただこうかな。ありがとうございました。ちょっと厳しいな。でもテレクラがなかったらな。まあ次のお楽しみにするか。セクシー関係はあんまり無理せず寝て起きてまたやればええか。じゃあ、うわ、100万円に変わってる。じゃあおみくじ引きましょうか。ちょっと早めにね、6回引けるから。まあそんなに必要ないけどね。何が当たりか分からんけど。いけ。あ、レア度エグいの出たぞ。黄金猟銃、黄金の重心を持つ最強の威力を誇るショットガン。え？しかも、え？弾数無限じゃないこれ。あれ？おや？大吉出ました？龍が如く5で、冴島が、お、なんか正面におるやんか。ちょっとそこの前、なになに、どうしたの。ヤッコつけてんじゃねえ。後悔するね。ん、こうか。いた。
ちょっと、あ、違う違う、無限ってなんやこれ。ちょっと待って、無限じゃないか。12って書いてあるやん。どういうことや。使い方によるってことか。殴るのが無限。え、もったいなくて使えへん。やめとこ。多分神山みたいなやつがおって、あ、久しぶりこれ。弾数を補充することができるようになると思うんよ。ああいう消耗品は違うかな、使い捨てかな。いや、使い捨てで100万円はないやろ。まだ神山に会えてへんからやめとこ。あんなチーマーに使うのはもったいない。オッケーオッケー。まあまあまあ、じゃあおみくじ一発で最高ランクを引いてるっていうことで、持ってる男ぶりも発揮したところで、いやー、初回このぐらいにしときましょうかね。また明日やりましょう。はい、じゃあ初回はこの辺で、まあ、やってる途中に年越しありましたけども、今年もよろしくお願いします。そっか、そもそも動画上げられそうかどうかを確認する作業もせなあかんからね。また次回よろしくお願いします。初日の出ですわ。2018年初めて聞いたのは誰の陛下って聞かれたらちゃんと言ってくださいね。好き。持ってる男のかぐわしきスメルやから、ありがたくいただきなさい。ありがたく残さず吸いなさいよ。じゃあそういうことせ。なんか浅草のあのなんか浅草寺、あの煙をこうおじいちゃんおばあちゃんがこうファーって体にこう、なんやこの、なんやこの会話、ブス。じゃあそういうことで。ありがとうございました。こっちの子は意外とブス。いやいや、ブスではないな、ブスではない、50点。はい、お疲れ様でーす。